この激戦の中で、イタザン、ザンギエフとカズノコ、キャミーの両選手は、卓越した技術と深い戦略を披露しました。カズノコはキャミーのスピードと精度を生かし、序盤から圧力をかけ続け、迅速な動きで距離をコントロールし、イタザンの隙を狙って攻撃しました。一方、イタザンはザンギエフのリーチを生かしてカズノコを抑え込み、強力な投げ技を狙う接近戦のチャンスを待ちました。重要な瞬間は、カズノコが正確な打撃でイタザンを遠ざけ続けた一方で、イタザンが慎重に反撃の機会をうかがい、強力な投げ技を決めた時に訪れました。この試合は、空間の制御と瞬時の判断の重要性を明確に示し、ストリートファイター6の現在のメタにおける重要な要素となりました。攻撃と防御のバランスが限界まで試され、両選手が絶えずお互いの戦術に適応し、予測不能な展開が続く試合となりました。チャンネル登録よろしくお願いします。そして、ご視聴ありがとうございました。どちらだ？注目のファーストラウンド、何が起きる？何事も最初が肝心なのだ。最初がな。さあ、ラウンドはまだ序盤。さあ、張り切っていってもらいたいね。どう試合を作っていくか、重要な立ち上がり。ターゲットコンボをしっかり決めていく。壁に押し込んでいく。ここからが大事だな。プレイヤー2、まずはタイムをリード。このまま行くか。さあ、お互いの距離が大きく離れている。仕切り直しの前に、打撃はパリ。ジャンプ攻撃引っ掛ける。いやー、見事、気持ち KO まで。良い決着だった。見てる我々にも伝わるほどのいいリズム。これを止めるのは難しそうですね。目の覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているようだな。重要な立ち上がり、どちらが先に動くか。頑張っていってもらいたいよね。追い詰めたこの状況、腕の見せ所だ。さあ、ここからだ。地上の間合い戦は技の距離とジャンプをどう意識させるか。もっと我が輩を楽しませるのだ。バックステップ、付き合わない選択。中足を見せて。両者 SA ゲージが溜まった。ワンタッチの期待値が高まる。この間合いで吸い込む。足元を狙っているか。逃げ場はなくなった。おっと、インパクトは受け止めた。今のは見えていたんだろうね。うまく投げが通った。綺麗に投げていったね。いやー、どうだ。体力差はある。しかし、どうにでもなる状況。台足、やっぱりやるではないか。ここからが正念場。ここが正念場だ。ハリウッドと共に一気にギアを上げていく。何、地上の重圧がこの状況を作る。世界の決闘というものを見せてもらおう。さあ、試合開始。実況解説は R でお送りいたします。よろしく頼む。期待している。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。さあ、張り切っていってもらいたいね。ダメージはそこまでない状況。まだまだわからない。このまま行くか。どう出る。ターゲットコンボできっちりダメージを取っていく。地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、それを手玉に取るか。ドライブリバーサルにゲージを回すか。息の詰まる間合いでも下がらない両者。技が噛み合ってカウンターが決まる。ここからの動きが重要となるが、今いいのが入ったね。掴んできた。さあ、ここだ。ここから試合は終盤戦。緊張感が増していく。プレイヤー2、ドライブなしで倒しきれるか。地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、それを手玉に取るか。さあ、お互いもう行くしかないといった状況になったが、2人とも限界と見える。
両者の体力はわずか、行くしかない状況だが、残り時間は見えているか、余裕はないぞ。いいね、とどめまでしっかり。ギリギリの接戦でしたが、見応えあったんじゃないでしょうか。同じような実力を持った者同士が真っ向からぶつかると、こういう状態になるのだな。うまく投げていた。いや、すごいな。試合は始まったばかり、どこから仕掛けるか。いや、このラウンドはどうなるんだ。中押し。さあ、前に出てプレッシャーをかけつつも、ドライブゲージは潤沢。おっと、苦しいところでジャストバリー。掴んできた。ここはどう出るか。プレイヤー2、ここでの押し引きが重要。どうした、いけるだろう。優勢ゲージは両者マックス。ここからのゲージ運用が勝負を分ける。さあ、カウンターが決まる。これは痛いダメージ。なるほどな。さあ、どこから行く。ここはここでバーンアウト。まだ諦めるな。 SA での倒しきりなるか、微妙なところ。ラップオン。倒しきりには至らず、さらに集中が必要となる。まだ逆転。この中段はやや露骨だったか。いや、よくガードした。あと、ここでスクリュー叩きつける。危険な距離だな。 KO。 見事キャミウィン、しっかりと勝ち切った。さあ、今の試合見て、作戦開始。キャミー、イギリス特殊部隊デルタレット隊員、自身と深い因縁のあるシャドルーに対する作戦で先行を挙げた。非常に優秀だが、気まぐれな一面を見せることも。現在は本部勤めで英気を養う。ヘイト、不機嫌な時目につくものすべて。ライクス、猫。ハイト 164cm、 ウェイト 61kg。 見てくれてありがとう。